こんにちは。今日は5月16日木曜日です。ようやく雨が上がった乗鞍高原です。雨上がりということもありまして、今日はですねちょっと、動きますとちょっとじっとりしますね。ご覧のように新緑がだん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 濃くなってきております。今日の乗鞍高原ということで、観光センター周辺のですね、様子風景を、撮影します。この県道沿いですね、七の木坂上がりまして右手側でしたが、道路沿いのツツジがですね、咲き始めたのがありました。その映像はこの後にですね、載せたいと思います。今日は平日ですが、バスの、利用者もおりますね。今ですね、県道沿いを歩いております。ここの県道沿いのですね、ツツジですが、ご覧のようにぼちぼち咲き始めようとしているのもあります。去年と比べて早いような感じもしますね。こちらのツツジもですね、これから花を開かせようとしております。こちらのツツジも同じですね。県道沿いのツツジです。観光センターの駐車場に来ました。ご覧のように、ここは車中泊禁止となっております。ご協力のほどよろしくお願いします。今日は一般車両は少なめですね。まあ平日木曜日ということですから、まあこのような感じでしょうかね。やはりちょっと蒸してますね。動くとちょっと汗ばみますね。山の方ですがまた雲が出てきました。これから雨なんか降るんでしょうかね。天気予報では明日からですね、週末まで、晴れる予報になっております。おかみさん食堂のですね、メニューはこちらになってます。以前紹介しました、おにぎり販売機です。こちら今販売中になってますね。観光センター周辺もですね、山桜やスモモの、花はですね終わりました。ちょっとまた雨が降りそうな感じになってきましたので、今日はこの辺で。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。